皆さんこんにちは、デカ盛りハンターの中澤理香子です。今回は前回作ったこちらのインスタ映え間違いなしギルティ三色モンブランを早速食べていこうと思います。よいしょ、ありがとうございます。ギルティ三色モンブランを作っていこうと思います。よいしょよいしょよいしょ、あ、上手。せーの、はい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 、え、うまくなってるくないですか。うまい。ということで完成いたしました。はい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 。じゃあ早速いただきます。何から食べるのこれね、自分に問いかけてみる。チョコからいこうかな。あ、じゃあチョコから普通にチョコを食べる動画になって、いただきます。おいしいね難しい。この抹茶です、抹茶チョコみたいになる。ホイップうまいな。今日食べてるだけなのに味わるの。うん、うふふふふ、うん全然味違います。これおいしい、天才かも偉いな、自分で作ってて。なに、これ以上は白玉です。うん、ホイップとあんこ合いますねチョコケーキだ。うわ全部にクリームついてくる。うんやし、随時ホイップがこうあるから嬉しい。あ、すごい画期的なシステムかもしれない。ずっとホイップと一緒に食べれるんだ。かりんとうだわ。手食べちゃおうか。あ、うんうんうん、なんか食感の変化があってありがたいですね。これおはぎ食べます、イエーイよいしょ、あ、でかっ。いただきます。うんうん、うん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 、おはぎおいしい。おはぎってこんな味する。え、あ、おはぎあんま食べたことなかったからおいしい。この下のスポンジなんだったっけと思ったけど、ショートケーキでしたね。モンブラン作りますって言って、ショートケーキ作り出す狂気の里でないとだ、フライでないとだすいません、なんでもないですよし、ショートケーキだ。グッドです、グッド、うん、あ、ショートケーキうまい、よかった。でもこれみんなその味付けクリームだから、久しぶりにプレーンクリームに会えて嬉しいです。いやでもほんといちごいっぱい入れてくれた自分に感謝だな。いやでもショートケーキワンホール食べてるってことですね、これ嬉しい。ないのと別なの、甘いものは別腹って言いますかね。別腹から先に埋めていくスタイル気にしてることあるんですか、それ食べるとき。やっぱ大口食べますね。いい料理屋さんとかに行くと悔しいんですよ、間違えて一口で食べちゃうんですよ
チミチミ食べるの苦手になっちゃって、なんかいいおつまみみたいなのもらっても間違えて食べちゃいます今の一口3000円みたいな終わったみたいな。栗がありますからね。えい、すごい栗。うん、栗だ。いや、感想とかなんかやっぱりその和風の風味が鼻に抜けて優しい栗の甘みとマッチします。上手。賢そうでしょ。いや、でも食べたかったんですよ、バウムクーヘン。やっと。わーい、いただきます。うん、そうです、食べたかったんです、バウムクーヘン。なんでそんな食べたかった。なんかバウムクーヘン屋さんの前を通って美味しそうだなって思って、だから食べたかった。で、生クリームって油だなと思ってたから、油コーティングしたら水弾くじゃないですか。もしかしたらそういうことが起きるんじゃないかなと思って。一緒に食べてみたら何も起きなかったです。ただ美味しかった。結果オーライ、結果オーライ。バウムクーヘン最後です。いい。うん、うん、うん。うまい。もうぐんぐんグルトですよ、本当に。何言ってるのか分からなくなっちゃった。よし、ついに2階と1階、あんバターとホットケーキです。あ、ホットケーキ分厚、童話で出るやつ。いただきます。一番下にあったんで潰れてるかと思ってたんですけど、しっかりしてる生地だから全然潰れてないし、どっしりしてて美味しい。ナイス土台。うん、あんバター美味しいですね。ホイップ合う。うん、パンケーキにも合う。うまい。よし、いちごつけてみました。これは口に入るのか。うん、うん、うん、いちごとあんことホットケーキグッ抹茶のクリームもつけてみました。イエイイエイ。うん、うん、抹茶とあんこだからそれは美味しいんですよね、当たり前に。おいしい。うん、うん、いちごおいしい。はい、じゃあ最後の一口いただきます。うん、うん。
味しかったです。甘いものこんな食べること本当にないんで。あー、糖分糖分すごい。いや今回、インスタ映え確実ギルティ三色モンブラン食べてまいりましたが、いやー美味しかったです。本当にもう甘いものの海に溺れました。作るのも楽しかったです。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイならほーい、バイバイバイ。 Ha ha ha!